中谷武雄中谷武雄は、日本の政治家、法政大学教授、和歌山県出身、東京帝国大学で、上杉新吉に支持しなお有者、帝大七聖者に参加。帝大卒業後の1927年に、法政大学講師になり1932年に、教授、翌1933年に大アジア協会の結成に加わり常任理事となる。 1925年に再考された日本新聞の社説を担当し、超国家主義の右派運動を推進していた。浜口友好首相の狙撃の事前相談も受けるなど、右派のテロリストとも因然たる人脈を有していた。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、郷里の和歌山一区から、大政翼3回の推薦を得て、当選、当選後は、 岸信介率いる五国同司会に入り、終戦後は無所属クラブに所属。1945年に平役召集令状を受けたが、対格不適格と判断され、衆議院議員を継続した。公職追放を経て、追放解除後は改新党、日本民主党から総選挙に立候補したが、いずれも落選。以後は、岸の外交政策でのブレーンことに、 アジア主義への関心から対アラブ政策に関心を移し、1958年に日本アラブ協会創設に参加。1969年に同協会会長に就任し、1990年に死去するまでその座にあった。ありがとうございます。